山本町にあります、法泉寺という、お寺の住職をしております内山大志と申します。若者が町から離れているということで、若い人たちで何かできないかっていうのをすごく考えてたんですけども、そういう時に今回 の主催の若者語りっていう、集まりを毎週してるっていうのを聞いて、で、その代表の岩佐さんにも、ぜひ、大志さんも、来てくださいと。今回この企画をやるっていうことで、まあ、その法泉寺としてお寺を使わせてほしいということで、お話をいただいて、イベントの趣旨が自分がお坊さんとして目指しているっていうか、やろうとしていることとすごく一致したので、ぜひとも今回のイベントを法泉寺でお寺で、やらせてくださいっていうことで、こちらからもお願いした形で今回協力ということで参加させてもらっています。で、今回はせっかくお寺だっていうことで、鐘があるので鐘つきをいる皆さんに体験してもらったり、夜通しで朝早いので、寝ぼけてる皆さん座禅会で、叩き起こそうとかそういったこともいろいろ企画してます、はい。山本は各分野でものすごいこう活躍してる、本当に第一線のレベルで、活動してる人たちがすごく多くて、それぞれの各地域とか部落とかでもそうですけども、すごく団結が強くて、でその各グループごとで本当にこう面白いことをやってるんですね。やっぱりそういう山本町の人の魅力っていうのはすごく感じてるし、これからももっと、良くしていけたらなと思ってます。フルにその地域の方とか、また町内外の、いろんな人たちにぜひ使ってもらって、それこそ今回の趣旨じゃないですけども、いつでも誰でも使える、いろんなことに使ってもらえる、でいろんな人がこう出会ったり、話をしたりっていう、そういうきっかけの場に、コミュニケーションの場になっていければいいなっていうのがすごく一つ大きなテーマで、やっています。そのために音楽だったりとか、何かこう地域の皆さんの創作の、発表の場だとか、いろんなことを考えてこれからやっていきたいなと思っています。